お忙しいんじゃないか。だから岩井さんプッシュしてくれません？え？大学の後輩なんでしょ。先輩、俺にも配らせてください。正式にオファーはしたんで、岩井さんからも連絡してくれたら固いじゃないですか。あ、そんな親しい関係じゃない。僕のことも覚えてるかどうか。卒業して以来だから、もう10年。え？あ、13年か。いや、なんか記憶でしょ。全然変わらないですね。これ初めてじゃないんだしさ。優しくするからさ。なんだ。岩井さんも取材行きますよね。記事の方よろしくお願いします。了解です。キュウリの本当の伝え方
しいことばっかりです。苦い思いは料理して応援しちゃった方が楽な時もあるんだけど。